はい、それではね、マイタイムアットポーシャの続きをやっていこうと思います。あ、寝てるね、スクラップス。今起きたって感じだね。起こすなよっていう感じだった。餌を、あ、どうしようかな。ちょっと外に出そうかな。ちょっと一回出して、はい、ここにちょっと並べときましょう。2つぐらいとりあえずね。先あれ取っていこうか。仕事をもらってきましょうか。よし。手紙が来てる？時系団はいいや。ペニーより、はい、準備が完了した。コンサートは今夜8時中央広場で行うよ。ぜひ来て、曲を聴いてほしい。やっと完成ですか。ギターは聴けるんかな。どうなんだろう。うん、作業オーバーランキング忘れてましたね。これお金もらえるんだ。フォアグラのオレンジソース。はい。データディスクとね。フォアグラはもう食べとこうか。これ、どれだったっけ。これかな。ヒットポイントが、に上がるんでね。これももう使っとく？何これ。ああ。これ2頭あるから、2頭っていうか 2つあるから、あれにしましょうか。狛犬的な感じにしようか。あ、どこ行った？ラマズ、あったあったね。家の、室内にもあるんで、うん、よし。外に置けんのかな。ピンキーがありますね。魚あげとこう、うん、よし。アーロが走っていった。なんかありますね。お仕事は、なんだ、木製支柱か、バスケット。バスケットにしとくか。の方が楽は楽か。ピンキーついてきてるね。ドクターシューにも負けないぐらい、ちょっとアントワーヌのあれが、木がこっちに向いてきましたか。何あげたらいいんやろうな。ないんだよな。これあげとく。パーカー。うん、まあいいわ。今日、アリスの誕生日だったよね。ソニアがいますね。全然、うん。アルバートのこと話さないよね。どうしようか。ソニアもう一回、じゃあちょっと愛を確認しておきましょうかね。これね。渡してみます。すごく素敵だわ。でもいくつか忘れてることがあるわね。どういうこと？それだけ？すごい。ちゃんと私もう結婚してるのよっていうこと、そういうこと。まあいいですけどね。もう二人の間には入れない感じなんでしょうか、ね。元気ですか？アリス。アリスは、キノコ鍋があれば満足するよ。肉キノコ鍋とキノコ鍋はまた別なんかな。ちょっと、どうだろう。ちょっとリスクあるな、それ。今誕生日だから、確実にちょっとバラをあげときましょう。よし、これはこれでいいですね。まあ、今週じゃあちょっとキノコ鍋を試してみようか。来た。アックね。あ、ちょっと待って。アックが。よし。また雇わないかのか。うん。月始めにじゃあ雇っときましょう。あ、ちょっと安くなった？ 960 だった？毎月、どういうことだ ?1200 じゃなかったかな。まあいいか。あ、仲良くなったから、あれか。うん。安くしてくれてんのかな。わからへんけど。リブにクローズされてこう。うん。はい。
あと、なんかあるね。そこに。誰がいるんだ、リーか。リーか。体調悪いのかな。うん。君がノラを、助けてくれたのを聞いたよってことだね。うん。ありがとう。そして、君はとても親切なハートを持ってるねっていうことだね。うん。お、なんか、有効度上がりましたね。ほらね。で、あ？なんかいるな。アーロじゃなくて、エミリー、カボチャプリンス。オッケーオッケー。はい。アーロが来てますね。久しぶりに、じゃあちょっとアーロとまた遊んでみましょうか。オッケー。うん。18時ね。今日は、あれが、ライブがあるからあれだけど。ちょっと肥料を。肥料って持ってない。持ってないな。よし。うん、じゃあじゃあ。ちょっと一回荷物入れよう。あれ？ちょ、入れさせて。よし。あ、間違えた。こっちか。石がめっちゃ溜まってきたな。あ、まだでもスロット300あるから。大丈夫っちゃ大丈夫だね。と、魚も入れときたいし。あとは、この辺を、2匹ずつ、入れといたらいいってことだね。魚。どっちが、ちょっとこの板やらの方が高いのは高い。640、あ、博士魚の方がいいな。じゃあこれ、金策で考えるんであればね、博士魚と板やらにしておきましょうか。じゃあ入れとくの。2匹ね、入れる。もう1種類、1つの水槽につき1種類にしときましょう。そ、うん、したらややこしくないので、ね。そして、20個ずつ最初あげとこう。はい。OK。で、何したらいいの？あ、肥料ね、肥料。どこに入ってんのかな？とりあえず1個でいいね。と、といっか。でっか。そう、この吹き出しのマークすらでっかくなってる気がするんだけど。これはもう勝てへんのちゃう、さすがに。ねえ、去年の日じゃないもんね。すごいな。あともうないんですか、クエスト。アリスの誕生日。アーロももうちょっとで誕生日なんだね。うん、これはなんだ、あ、カボチャプリンセスか。アリスと、もう一人は誰だこれ。リュウは何欲しいんでしょう。ちょ、聞いてみようか。先にじゃあエミリーを、ペニーが、ペニーもでも歌歌ったら帰っちゃうんでしょうかね。帰っちゃうといなくなっちゃうんでしょうかね。ジャンゴ、ペーパーフラワー。こう思ったけどさ、ホームパーティーさ、毎日開いてもいいかもしれないね。有効度上がるからね。うまくやったら12、まあ料理作らないといけないけど、だいぶ上がるよね。みんなに、なんていうの、
20ずつぐらいは上がってたから。よし。最後の手段ですね。もうとりあえず有効度だけ上げたいみたいな時は。よし。ペニー。あと誰だったっけ？リウアに話しかけてみますか？ミントに。ミントのプレゼント未だに分かる、ね、最近何してるのかも分かる。何あげたらいいかな。この辺あげてみる。クリーミーサーモンシチュー。あ、7上がった。お、これちょっと好きなんだな。よし、じゃあこれにしよう。ミントは、よし、あとないもんね。スクラップス、うん、お肉あげる？あ、お肉もうないんか。肉こんだけあるから焼いてもいいかもね。焼きましょう。うん、キノコ鍋っていうのをちょっと考えてみよう。あるのかないのか分からへんけど、とりあえずキノコと塩は入れる気がするんだよね。だいたい鍋に塩入ってるでしょ。塩か、あれ、これクミンかコリアンダーなんだよ、だいたいね、調味料は。キノコが3あるから、あと何？鍋だったら何入れる？野菜？人参でも入れてみますか。肉きのこ鍋は何だったっけ？肉ときのこと、こ、ん？何やったっけ？あと入れるようなものは、うん、この辺使うんかな。バンブーパパイヤリンゴ、分からへんな。ちょっと待てよ。レシピ見てみよう。肉きのこ鍋は肉と塩とふさふさだけでしょ。きのこでしょ。だからきのこ鍋だから、とりあえずし、うん、肉は外した方がいいよね。人参入れてみようか、とりあえず。じゃあどこだ、人参ときのこ。きのこはまあ必須でしょ。人参入れた今俺。あれ、ちょっと待って、何入れた。これできた、できたんちゃう、これできたんちゃう。お、来た、キノコの鍋。よしよしよし、簡単やったぞ。ちょっと待って、人参以外でもいけそうじゃない。なんかそう考えると、たまたまあったっていう感じじゃないよね。肉と塩はまあ確定かな。あとなんか入れるもんある？じゃ違うもんも入れてみようよ、せっかくな。魚も入れてみようか。肉、魚、きのこ鍋ができる。ヘビの実、料理に使えんのかな。脂肪、海苔、人参、ボールもろこし入れてみようか。鍋に入れるようなもんあんまりないぞ。唐辛子も入れてみるわ。あとキノコ2つあるから、そんだけは一応試せるね。ちょっと魚も入れてみたい。魚キノコ鍋ができるかどうか。あ、魚、あ、も
すごいなと。さすがにひよことかは料理には使えへんよな。魚いっぱいあるやつ、これか。博士魚を海藻、海藻も美味しそうだけどね。料理何種類あるんだろうね。どうしよう。魚、塩は塩でいいんかな。あ、塩1個しか出せへん、もしかしてこれ。きのこ、魚、塩、試してみましょうか。塩ね、塩。どうしよう、唐辛子も入れてみる。あれ、調理終了。何それ、取ってなかったってこと。塩、魚、きのこ、よし、これでどうだ。あ、フィッシュポリッジになりました。何でもできんな、フィッシュポリッジ、結局のところ。これもやってみましょう。キノコ、唐辛子、塩。はい。食べ残し。あ、これはあかんのか。唐辛子はあかんにゃ。まあ、いっか。キノコ鍋できたし。これ美味しそうだね。見た感じ、ちょっとネギっぽいやつが入ってるな。青い、緑のやつを入れたらいいってことかな。ボールモロコシの方が良かったかもしれないね。もうキノコはないんかな。他の赤いキノコなかった？はい、キノコないん、ないな。また取ってこっか。ないもんね。どうしよう、ちょっといらんやつ入れよう。クミンは、ちょっと元に戻せいく。食べ残しはもう自分で食べます。フラフラする。あと何するんだったっけ今日。あ、サファイア取れるやん。引っこ抜いたかと思ったよ。サファイアと、リュウは。どこや、ここだね。リュウはにちょっと会ってきましょう。うちで行こう。あれ止まってんのこれ。お、後でいいか。リウは何が好きなんでしょうね。降ってきたな。ラマが降ってきた、サングラスが大好きなんだっていうか。あ、そうなんだ。サングラス、俺今つけてるよね。じゃプレゼントしてあげよう。久しぶりにメガネ外した気がするな。よし。これ。お、19も上がる。すごい。これすごいな。リュウアはサングラスだね、じゃあ。こっち乗っていこう。よいしょ。どうしようかな。チワがフィッシュポリッジだったっけ。あ、違うな。これ誰だったかな。
誰か好きな人いいんかった？フール兄弟で。ウアは違うね。ダワ。あ、ダワか。ダワなんだ。チワは、あ、サングラスではないね。でも好きにはなってない。あ、チワじゃないわ。今あげた。ちょっともう分からへん。エルワは、アステリア。サンは、バラしかないな。え、リウワがサングラスだね。うん。紛らしいな。いや、てかもうすでに忘れた。フィッシュポリッチ誰だったっけ。ミーがいますね。新しい記事のアイデアが浮かんじゃった。それは素晴らしい。よし、はい、あげとこう。あれが欲しいね、サラダ。もう一回ちょっと読んでみるよ、招待状。うん、トビないか。まずは、職人の道具箱。うん、よし。で、なんか売れたら売りたいんだけど、ないな。お、来た。風がきついですね。めっちゃ高値で売れるんだけど。お金がねえって言われるこれ、うん、今日使える金がねえ。マーザーなんていうの今日。あ、みんな一緒か。ルーシー、うん、ルーシーは筆、彫刻刀。あかんな、上がらへんぞ。ジャックは留守番してんの、うん、すごくいいよ。何が欲しいんだろうね。筆あげとくわ、うん、よし。ハリスは、あこういう風に行動するようになるんだね。面白いね。でもまだ距離がちょっと遠い気はするけど。夫婦でしょ、うん、ジンジャーに声をかけようとするといつもガストが邪魔をするんだ。なんだって言うんだろう。もうさすがにジンジャーの話はやめといた方がいいんじゃない、アルファート。ね、うん、よし、サムはチャーハンあげとこう、うん、あ、でもチャーハンで喜んでくれる女の子っていうのもいいですね、なかなか。どうしたらいいかな。6時からあれじゃなかった、ライブじゃなかった。今日はと特にやることないね。あ、バスケット作ってない俺。ちょっと待って。ちょっと待って、全く忘れてた、うん、よし、作れる。1時間、作れんのか。よし、あとはまあ特にいらないかな。ファイバークロス全然ないから、これちょっと作っとこうか。今空いてるし、 5×10 ぐらい作っとこう、うん、あと作っといた方がいい。炭素鉱が結構さ、言うても要求されるよね、いまだに。20ぐらいいく。精錬50あるでしょ、うん、あとこの辺はまあいいか。街灯作らへんかった思ったけど、まあ、作ってたね。後で置いとこう。よし、じゃあちょっとライブに行きましょう。お、あれ、まだいるやん。ペニー6時って言ってなかった。
ラマが邪魔しそうなんで止めときます。あ、6時じゃなかった？え、そう、明日、え、あれ、中央広場でって言ってなかった？あ、でもイベントマーク出てないね。俺間違えたかな。うん。服従は遠いね。いいな。まあいっか。そのうち発生するかな。手紙もう一回ちょっと確認してみようか。明日だった？明日の6時だったらちょっとアーロと被っちゃうけどな。あ、もう見れへんのか。あ、ちゃうわ。あ、8時でした。すいません。8時でしたね。はい、じゃあ、まあ、今から行ったらちょうどいいぐらい。バスケットはできた。あ、できてる、できてる。よし。で、これノラだったね。ノラはどこにいる？あ、教会にいるな。夜になって降りてくるのを待ちましょうか。先ライブだな。もうぼちぼち。よし。じゃちょっと、ステイして。あ、フィリスがいますね。あ、ジンジャーも来てる。よし。うん、しっかり。ガストも来てますね。よし。ちょいちょいちょい。うん、オッケー。またキャロルと座ってますけど、あれ、フィリスいたいんだっけ。あ、来た来た。はい、みんな来てくれてありがとう。特にある人物には感謝したい。ジノ、君だ。曲の完成に手を貸してくれた。君がいなきゃできなかったよ。どうもどうも。私の夢は歌手になること。その一歩がここから始まるんだ。曲のタイトルは旅人の夢、うん、楽しんでくれ。ギター弾いてくれる？お、始まった。ギター弾いてるエアーギターじゃなかったじゃないですか。なかなか、
Feelings were never so strong. Find the right place to belong. Edge on my song. おー、終わりましたね。結構しっかりした曲になってましたね。最初のあの鼻歌の時はどうしようかと思いましたけど。でももう行っちゃうんですかね、ペニーは。うん、来てくれてありがとう。君がいてくれたから勇気が持てたよ。コンサートはうまくいったと思う。もうすぐ出発してウォルナットグループに向かうよ。向こうに着いたらまた手紙を送る。いいニュースを待っててくれ、うん、だそうですね。お別れですね。よいしょ。ちょ、乗りたい。フィリスにスパゲティ渡して、うん、ドクターシューは、あ、いたいた。スコープね、うん、よし。お、フィリスも良くなりました、うん、あと、あ、入れる？入れるかな？ノラもう寝てるかな？ここですよね、ノラね。寝てた。起きて。ちょ、持ってきたのに置いといたらあかん、ここ。寝んの早くないかのら、うん、ライブにも来てなかったしな。ああ、しょうがない。まあ、明日の朝一、前を見てください。誰に言ってんの、うん、あ、入れるんだ。寝れる、特に何もできないか、うん、ここで寝泊まりしてんの。あ、寝るんですか。あ、そういう寝方ね、うん、そういう寝方ね。あ、ミントもここに住んでんの。誰が、どの部屋に誰が寝ムーさん、もうちょっといいとこ泊まったらいいのに。世界一の大富豪ですよ。ね、ちょっと誰がどこの部屋で寝てるか見て。あ、メインもいるんだね。あ、ここがミントで、ここは、あ、ここ誰もいない。な、入る可能性があるね、じゃあ。ここはメインね、うん。あ、ここ、今のタイミングで入ってくると、帽子ぐらい脱いだらいいのにね、メインね。みんなの寝顔が見れるってことですね。二部屋。あ、ここも空いてんの。基本的にベッドしかないな、この家。これミントでしょ。あと、みんな、ここは。あ、いないね。あれ、もっといい品があった、ここで寝泊まりしてる人。あ、下か。下もあるんだ。そうそうそう。うん。ここは、あ、誰かわからへんけど。これも、寝相まで一緒なの。フール兄弟、このマンション何人いんの。あ、で、アントワンは寝てると。あ、あ、え、この二人同部屋なの。え、どういう関係これ、どういう関係なの。え、寝る場所って固定じゃない、ないってことでもないよね。固定だよね。ノラも同じとこにいてるから。空いてんのにね、部屋。ルームシェアして。あ、フィリスもここなんだ。フィリスはどこなんですか。ここ、違うな、奥っぽい。ここっぽいね。フィリスもう寝るんですか。フィリスも帽子かぶって寝るんですか、うん、びっくりした、目開けて寝るのかと思った、うん、寝つきいいね、みんなね。そういうことか。よし、みんなの部屋を把握したぞ。特に何ができるってわけじゃないけど。
まあ1時か。あと、キノコ鍋とバスケットだね。そしたら、取って、魚はいいし、入れて、どうしようかな。サファイアか。うん。まあいいか、こんだけ。街灯を立てとこうと思ったんだ。間に合う？まだ1時だし、いけるか。この辺に1個、ちょっと置いときたいね。どこら辺？ここはまあいいか。この隅っこに置いとこう、一個。あと、こっちだよね。ここにしよう。ここにしようか。こいのぼりいらんな。あとこっちの、この、夜更けてきた。で、あれ。ラマの。うん。これを、狛犬っぽくね、この辺に置いときたいんだけど。よし、OK。よし。はい、ちょっとまたもう一個はまた明日置きましょう。うん。よし。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。